さあやってまいりました、ローガンラガンズ原宿メモリアル番外編、このダッシュヨシーさんの番です。規制を発しないで、この心は。特に心はありませんけど、たまにいらっしゃるんでね。どこでですか？なんか夜とかいるんですよ。家の周りに。家の周りに。そうですね、まあ勘弁してほしいですね。まあ夜中はやめてほしいですよね、よろしくお願いします。お願いします。さあ制限時間3分間で、私が出したお題にヨシーさんがおのの見事に答えるこのコーナー。なんか今日は頭あんまり回らないからな。あら、じゃあぐるぐる回していただきましょう。はい、ぐる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 、そっちかい。ぐるぐるイエーイ、ウキ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 。さあ遊んでおります。いただきますよ。はい、ヨシさんは何丼が好きですか？海鮮丼。海鮮丼、うん、マグロ丼とか。そうですね、まあ僕はウニイクラ丼が大好きなんですけど、ね、ああいいですね。あの牛丼とかね、豚丼、カツ丼なんてありますよね。はい、新しい丼考えてみてください。あ、難しいな。はい、よろしいでしょうか。はい、ジャンルは何でもいいですよ。はい、とにかくご飯と一緒に食べるもんですよ。はい、スタートー。キャいろんな丼が考えられますからね。ひまわり丼なんかアンパンマンを今イメージしちゃいましたね。なんとも、まあ、ひまわりも食べられますしね、実はね、種は。種はね、どん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 皮付きじゃ、しかも皮をこう剥かなきゃいけない。でもね、僕女性がバナナ食べてる様でも結構好き。やめていいじゃない、いいじゃない。はい、おにぎり丼って、ご飯とご飯じゃないですか。丼にする理由がないんじゃない。どんどんまでしょさあ、どん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 、牛丼一つで80円。はい、逆さ丼って何ももうこぼれちゃって何も食えないでしょ、これじゃ。私のツッコミはそのまんまだってよくご指摘を受けるわけでございますけど、あーバランダラン、いろいろできましたか。ピン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 、マシタリンでいいね。さあ、I'm dry, dry, fearフィンズイベン、はい、シークのゾンリビックリマンシール、ビックリマンシール丼、しかもシールしか載ってないわけですか、これは。あれ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 、結局さんのご飯ですね。みんなシール取ったらご飯捨てちゃうからあのビックリマンチョコと一緒の原理なんでわけですね。そう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 、また社会問題になってニュース番組取り上げられて3分過ぎましたが、早いね。早いですよ。はい、
お風呂の残り湯丼、うわこれは食べたくない、これはやだ、赤とか浮いてるわけですよね。そう、お茶漬けテイストにね。では最後のネタにしましょうか。最後のネタ、はい、第54回原宿メモリアル番外編掘り出しその3、最後のネタです。最後のネタ、最後にはこのネタが見たくて、最後には君のネタが見たくて、離れ組っぽく歌ってみました。最後にははい、お重丼飯なし、じゃあ何、ただの丼ぶり重ねちゃったみたいな。はい、終了。